オートミールの痩せる即席麦ご飯をお伝えしていきます。このチャンネルでは腸活を通じてあなたが健康的で綺麗に痩せるための情報をお届けしています。ぜひチャンネル登録していただきましてお役立てくださいね。また詳細欄 LINE のリンクから痩せる4つのプレゼントを無料で差し上げております。ぜひ受け取ってください。それでは今回の動画のテーマはオートミールを使った痩せる即席の麦ご飯ということで、まず1つ目の項目です。なぜこのオートミールを使った即席の麦ご飯で痩せることができるのかという、その痩せるポイント3つお伝えしていきますね。まずポイント1つ目です。この即席麦ご飯はあなたの腸内環境を整える材料でできているからなんですよ。大切ですよね。痩せるためには根本的に痩せ体質へと生まれ変わる必要があります。デブ体質のままどんなにダイエットを取り組んだとしても、やはり体質が太る体質のままですとなかなかね結果が出ない、またはリバウンドしてしまうという、その繰り返しになってしまうんですよね。そこでどうすればよいかというのは、まずはあなたの腸内環境をしっかりと腸内細菌のバランスを整えて、痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちをまず増やして餌を与えて育てて、いつまでもあなたの腸内で元気に働いてもらえる環境づくりをすることがもう大前提になってくるんですよね。そこがクリアできるとあなたは痩せ体質へと生まれ変わることができて、結果健康的に痩せることができるんですよ。では2つ目です。栄養価が高い、これも大事ですよ。ダイエットを成功させるためには栄養不足のままでは決して成功することができません。なぜかというと栄養が取れているからこそ痩せホルモンが作れたり、お体の機能がしっかりと働いてくれるこそですね、やっぱ代謝も上がるわけですよね。なのでしっかりとダイエット中であったとしても栄養はバランスよく取る必要が逆にあるということですね。じゃあ3つ目です。脂肪の吸収を抑えてくれる効果があります。大事ですよね。もうこれ以上まずは脂肪を溜め込まない、そういった状態を作ってあげることが大事です。その時にキーワードとなってくるのが血糖値なんですね。さらに次の項目で詳しくお伝えしていきたいと思います。では2つ目の項目です。何をということで、あなたはいかがですか。普段のお食事の、まあ、ご飯系ですよね、どんなものを召し上がってますか。例えばオートミール 100% ですという方もいらっしゃれば、まあ、白米とオートミールを混ぜてますとか、いろんなパターンがあると思うんですよね。ただあなたがもし白米のお米ですよね、ご飯を召し上がっていらっしゃったとしたら、やはり太りやすいということになりますよ。なぜかというと、やっぱり白米はそもそも1つ目の項目でお伝えした通り栄養を削ぎ落とした後のお米ですから、そもそも玄米とかね雑穀米に比べて栄養価が低いわけですよね。に加えてやはりお食事をした時の血糖値がねやっぱ急上昇しやすい食べ物です。あとは小麦とかですね、まあ、小麦製品もそうですよね。そういった血糖値が急上昇してしまうと、その血糖値を下げるためにあなたのね膵臓の中からですね、そのインスリン、まあ、別名デブホルモンと言われるそのホルモンがやはりどんどん出てしまうわけです。そのホルモンが出る時にやはりあなたの血中の糖分をどんどん脂肪へと変えるというね、そういう働きを、まあ、わざわざこのホルモンがねしてしまうわけですよね。なのでこの食べるたんびに血糖値を急上昇させてしまっていては、そのたんびに血液中にあった糖分がどんどん脂肪に変換される、変わってしまう、まあ、イコール溜め込んでしまうわけですから、逆に言えばこの血糖値の急上昇を抑えることができれば、このホルモンもねそんなに頑張らなくて済むわけですよね。あ、なんか私の出番いらないじゃないってなってね出ないわけですよね、出にくくなる。そうすれば結果脂肪を溜める量も減るということになりますよね。そこで私がおすすめなのは、今食べていらっしゃるその白米をやはり玄米に置き換えていくということが大切になります。なぜかというと玄米は腸内環境を整えてくれますし、そもそも血糖値の急上昇が少ない、
低GI 食品なんですよね。結果脂肪を溜め込みにくくしてくれるわけです。また食物繊維が豊富ですから、この食物繊維があることであなたの食欲を抑えてくれる効果もあったり、お腹の中のデトックスですよね、デトックス効果もあるわけです。またそのことで代謝が上がったり、また栄養価も高いですから、ビタミンやミネラルなどが白米と比べたらもう断然高いわけですよね。しっかりとここで栄養も取れる、イコール痩せ体質になりやすいということになります。はい、ここでまた大活躍してくれるものがあります。オートミールを使って即席に簡単にね、痩せる麦ご飯を作ることができるんですよ。私は今使っていますのはこちらのオートミールになります。あのですね、販売者が広島県の厚生さんですね。でオートミールのこちら砕かれた後のクイックオーツタイプ、要は麦のまんまではなくて、こう砕いてね、さらにこう食べやすくしてくれてるタイプを今回使ってみました。すごいんですよね、やっぱりレタス約5個分の食物繊維とか、プラス鉄分、カルシウム、カリウム、ビタミン B1、ビタミン E など、いっぱいね、こういったオートミール、要はオーツ麦というのは栄養価が高いんですよね。ちょっと見ていきましょう。腸内環境を整えてくれる食べ物です。それは食物繊維が豊富だからということもありますし、また玄米と同じく低 GI 食品です。そしてオーツ麦を摂ることでタンパク質もここでしっかり摂ることもできます。ビタミン、ミネラルも豊富、また白米や白米よりも低カロリーということですよね。もちろん玄米も白米よりは低カロリー、ほぼほぼ変わりませんけれども、栄養価も高い玄米を使って今回美味しい即席麦ご飯作っていきたいと思います。では3つ目の項目です。どのように作るんでしょうかということで、この項目ではまず材料、作り方ですね、あと痩せるために効果的な食べ方をお伝えしていきたいと思います。中にはですね、やっぱりオートミールばっかり食べてる方で逆に太ってしまったとか便秘になってしまったという方もね、実はいらっしゃいます。その方の体質にね、合っていないというのもありますけれども、そういった原因はね、またおいおいお伝えしていきたいと思いますが、ここでは即席麦ご飯の作り方についてお伝えしていきます。材料、まずね、いろんなパターン、応用可能なんですけども、作りやすい分量で作ってみました。まず私が腸活ダイエット専門家の立場から、観点から作って選んだ材料は白米ではなくて玄米です。玄米を2合に対して、このクイックタイプのオートミールを 40g 用意してください。クイックオーツタイプのオートミールですよね。で中にはちょっとこちらにもあるんですけれども、見ますでしょうか。同じね、会社の無添加のオートミールで、オーガニック原料を使ってくださってるんですよね。こちらとこちらのタイプ同じものになります。でこちらはオールドオーツといって、丸々ね、そのオーツ麦のまんま入ってますから、日本でいうと、その本当にこう麦ご飯を作る押し麦とかありますよね、あんな感じです。なので例えばこのロールドオーツを買えた方はミキサーなんかで軽く砕いていただきますと、先ほどのクイックオーツに大変身してしまいますから、わざわざね、2種類買う必要もないかなと思うんですが、そのミキサーにかける手間がね、もうめんどくさいわっていうね、私みたいな方はですね、もう最初から2種類買われると用途によって使い分けできますし、便利になると思います。で特にそのロールドであってもクイックタイプであっても、効果は一緒です。ただやっぱり歯ごたえとかもちもち感が違いますので、いろんなお料理に用途に合わせてね、使い分けるといいと思います。なので今回はクイックオーツタイプを使っていきます。ではここから痩せる即席麦ご飯の作り方についてお伝えしていきますね。まず1番目です。普通に炊飯器で、玄米コースってありますよね。私もそうです。玄米コースで、ね、玄米2合を炊きましょう。で2つ目です。炊き上がりましたら、先ほどのクイックオーツタイプのオートミールを入れてよくね、こう混ぜ合わせていきます。そしてそのまま約10分間炊飯器の蓋をして蒸らすと、なんともうあっという間に即席の美味しいオートミールを使った麦ご飯の完成になります。ではここから最後に
このさらに即席の麦ご飯の痩せる食べ方注意点をお伝えして終わりたいと思います。まずは量に注意ということで、いくらダイエット向きの即席麦ご飯であってもやはり糖質はね含まれていますよね。なのでこれさえ食べてればということで、そればっかり食べても逆に太ってしまいますから、やはりダイエット中の方であれば子供茶碗、お子様用のお茶碗のサイズにもう軽くですね、半分ぐらい、3分の2程度ぐらいでも十分だと思います。よく噛めば満腹感も得ることができますし、血糖値の急上昇も抑えてくれますから、食欲もね暴走せずに済みますので、量には気をつけていきましょうね。2つ目です。このオートミール、またこのご飯ですよね、玄米ご飯がいくらダイエット向きとはいえ、そればっかり食べてしまっては栄養がね足りませんよ。やはり良質のタンパク質と食物繊維を50-50ね半々ぐらい取るようなしっかりとメニューをですねちゃんと付け合わせて召し上がっていただくことが大切ということになります。そして食物繊維を取ってタンパク質を取るんですけれども、やはりこのご飯自体、この麦ご飯自体はですね、朝とかお昼ご飯がおすすめです。夜はもう食べない、その代わりタンパク質や食物繊維を50-50ぐらいの割合でしっかり召し上がっていただきますと、満足感もしっかり得ることもできますし、そもそもタンパク質が足りないと食欲って収まらないようになってるんですよね。なので食べても食べても食欲がなんか止まらないっていう方は、もしかしたらあなたはタンパク質の量が明らかに足りない可能性があるので、そこをオートミールとかで補わずにですね、しっかりとタンパク質とお野菜系、食物繊維で夕食を済ますことがおできになると、さらにダイエット効果が進むと思います。さあいかがだったでしょうか。今回はオートミールを使った簡単にできる即席麦ご飯をお伝えしました。今までもしね、私白米食べてたっていう方は、その白米を玄米に置き換えていただいて、玄米 100% ではなくて、そこに後入れでオートミールの効果もねプラスアルファダブル効果ということで、この痩せる即席麦ご飯を日々のダイエットにお役立ていただければ嬉しいです。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。